同方、大谷の32号ホームラン、結構すごい記録だった。そうそうたるメンツや、お薬ども外せや、去年のジャッジは、2021大谷は、エンゼルスさん、怪我人13人、もう終わりだよ。大谷以外全員お薬か？でも投手大谷と勝負してないよね。もう笑顔は見れないかもな。エンゼルス投手陣と当たれないハンデを感じさせない。中日に追いつかれた。大したことないな。エンゼルスは全員12時間寝ろ。2年前も同じようなことで騒いでたな。エンゼルス大谷の最後の贈り物やったな。素直にすごいよ。前半戦でこれって、2回以上ってことやろ。英語読めんやつばっかかよ。大谷以外誰も知らないメンツで草。32本塁打以上じゃなくて32本塁打限定ってこと？これでシーズン終えても好打者の成績やん。わけわからん記録で褒めてばっかりやな。素直にホームラン王取れればいいんやけど。ベイブルースの時代に使えるステロイドまだ存在してないやろ。後半戦失速して50本にも到達しなさそう。大谷の行くところ、常にベイブルースの影があるな。ルースは酒飲みながら打ってたから。内谷と遠谷が対戦したらホームラン何本増える？また量産して早めに50本乗せて安心させてほしい。大谷の記録ってやたら限定的なこと多くね。普通に30回以上じゃダメなんか。前半は21年の時の方がすごかったんか。まあ後半勝負やな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。